おはようございます。ピンクラテ TV 始まるよ。はい、本日はメイの学校のある日のモーニングルーティンのご紹介です。はい、今起きたんですけど、今日はちょっと天気が悪く寒いので早く準備してとっとと学校に行きたいと思います。それでは最後まで見てってくれると嬉しいです。どうぞ。はい、ということで今から朝ごはんを食べていきたいと思います。今日のメニューはこちらです。いちごとチーズトーストとスクランブルエッグとベーコンです。今日はメイの大好きないちごもあるので早速食べたいと思います。じゃあ、いただきます。フルーツの中だとイチゴが一番好きなんですけど、イチゴ狩りの季節なのでイチゴ狩りに行きたいんですけど、まだ行けてない。みんなはスクランブルエッグに何かけますか？メイは塩コショウです。最後です。ごちそうさまでした。はい、ということで朝ごはんを食べましたので、いろいろ洗面所に来たので準備していきます。これを使います。これは CU で買ったヤギのヘアバンドです。洗顔していきましょう。いつも使っている洗顔料はこちらです。これはアクネスラボ薬用ニキビケアウォッシングフォーム思春期用です。よいしょ。あげます。メイは洗顔はこのネットでやってます。はい、水で私は洗顔してから顔洗顔します。ちょ、全然渡さない。もういっか。洗顔は1日2回するようにしてて、朝と夜にしてます。でもなんか肌荒れやばいんですよね。なんかなんでだろう、なんか泡々しいですね。流します。朝はシャキシャキやるよ。はい、終わりました。そしたらスキンケアをしていきます。導入化粧水です。待って、縛り癖ついちゃうの一回外します。モードムーゲです。なんかほんと肌荒れがひどくて何を使ったらいいのかわかんないんで、ちょっとおすすめあったら教えてください。みんな何を使ってるのか、あと何を食べたらいいのかもわかんない、教えてほしい。試してはいるんだけど、うんって感じ。化粧水、これも無印のクリアケア化粧水ってやつ。これはなんか柑橘系の匂いがするんですよ。なんかオレンジみたいな。ちょっと乾燥がすごいのでよく保湿します。はい、次化粧水、あ違う、乳液。これはクリアケア乳液、さっきの乳液バージョン。これも柑橘系の匂いがしますよ。ちょっと待って、ちょっとなんかまだ肌がみずみずしい時にやるのはあれなんで、先に歯磨きをしていきましょう。ちょっとやばい、時間がやばい。これで、前髪を先にセットするので先にアイロンをつけます。140くらい。ピンで留めて寝てるので癖がついちゃってるのでドライヤーで戻します。
で、ここでポイントなんですけど、あったかい風で髪全体をなんか乾かす、ブローした後に冷たい風で髪をもう一回バーってやるとなんか崩れにくくなるらしいので、やってます。知らんけど。前髪の癖もある程度取れたところで髪の毛をセットしていきます。巻いていきます。前髪を軽くね、一回軽く通して、ふわって巻きます。後ろ髪はもうどうせ誰も見てないんで、ある程度まっすぐにします。結んだらよくわかんないな。とりあえず前だけオイルみたいにつけます。美容液プロダクトのです。これはほんと丸ので、これつけすぎほんと注意、あのね、2プッシュくらいでベッドベトになる髪の毛なんで、ワンプッシュを全体になじませてください。これはよ。もう体育とかあるとさ絶対崩れるんですよ。なんかアホ毛すごいんですよ私。だからちょっと時間経つとなんかピョンピョンピョンっている。だから結構プロダクトワックスみたいのを結構頭に塗っとかないと大変です。いいです。はい、結べました。どうにかしてやりましょうか。いいんじゃない、いいね。そしたらこの触覚をいつも後ろにこうやるかこうかなんですけど、どうしよう今日。え、どうしたい、どうしたいとか聞いちゃったけど、え、どうしよう、どっちがいいですか。こう、こう流すか、これどうしよう、どうしようかな。流しちゃう。でも流すとなんか右だけ巻き取れて、巻きっていうか癖取れてこれに戻っちゃうんですよ。もう一回これこのままストンって下げます。ちょっと待って、前髪一回やり直します。やばい、もう時間が。なんか私もまさにあの前髪命系なんですけど、最近前髪のノリみたいなのが出たみたいな、おでこと直接貼り付けるやつが出たらしくて、すごい欲しいんですよね。で最強じゃない、貼り付けちゃうらしい、おでこ探してるんですけど見つかりません。はい、 OK。 したら後ろ髪、後ろ髪っていうかこの辺をアホ毛が出てくるのでプロダクトでまとめていきます。これ爪に入るんで、目までやります。取ったらつけます。取ったらちょっと前髪にも適当につけます。なんか前髪乾燥しすぎてパサパサになっちゃったりすると、ちょっとだけオイルとかも塗っとくといいと思います。メイの学校のある日のモーニングルーティン紹介ということで、ちょっと学校のある日の朝はまあ当たり前なんですけどバッタバタしてるので、ちょっと皆さんもなんか見てて大変そうだなってちょっと伝わっちゃったかもしれないんですけど、楽しんで見てくれたら嬉しいです。ということで、目はもう学校に行く時間なので急いで行っていきたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。